関音崎三浦半島における関音崎の位置関音崎は神奈川県横須賀市鴨居4丁目に位置する三崎。三崎周辺の地域を表す地名として用いられることもある。国土地理院の地図上の表記は関音崎、海上保安庁の海図上の表記は関音崎である。先端に関音崎灯台がある。三浦半島東端に位置し、東京湾に面する。 対岸の暴走半島ふッツミまでは約7キロメートルである。付近は県立観音崎公園として整備され、観音崎灯台が立地する他旧日本陸軍が明治10年代から20年代にかけて建設した砲台と弾薬小跡が多く残る。園内にはこのほ他1953年創立の観音崎自然博物館があり、横須賀美術館が2007年4月に開館した。 園内には墓と見られる多くの横穴が崖に見られる。また、海上保安庁東京湾海上交通センターの観音崎レーダー施設も公園内にある。観音崎海水浴場が隣接しており、下記は海水浴客で賑わう。他に、京急の観音崎京急ホテルや、海上自衛隊観音崎霊放題がある。741年。 行基がこの地の会食堂に住むおろちを退治して十一面観音を祀ったと伝えられる。江戸時代には観音堂など道具が創建されて仏崎さん観音寺と称し幕府から主因地を与えられていた。観音寺は1880年に陸軍の砲台建造に伴って鴨井の亀崎へ移転、1986年には火災のため消失してしまい、現在は 小さな銅が残っている。観音崎灯台は1869年に建設、初点灯した日本最初の様式灯台である。その後、関東大震災など2度の地震で倒壊し、現在の灯台は3代目にあたる。灯台内部の見学も可能。詳細は観音崎灯台の項を参照。ガリバー旅行記でガリバーが日本に入港した場所。 ザモスキが観音崎であるとしての町おこしが2000年代半ばから行われている。ザマスキーと観音崎、観音崎の筆記体が似ていることなどによるとされる。町おこしを推進する市民団体では夢のあるエピソードをとしている。これを受け、横須賀出身のミステリー作家山口正也もガリバーが観音崎に上陸するシーンを描いた作品。 狩リバ最悪の航海域を発表している。先と、先は、どうなってるの海上保安庁海洋情報部。2019年12月8日閲覧。観音崎神奈川県観光協会。神奈川、観音崎にガリバー来た演児とパレード。朝日 .com。2013年6月6日閲覧。ガリバー観音崎上陸の逸話。タウンニュース。 2013年6月6日閲覧。AB、ガリバー横須賀上陸説、中学英語教科書に掲載観音崎が、ガリバー名所に、横須賀経済新聞、2011年6月29日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年6月6日閲覧。推理作家、山口正也さん、ガリバー続編を観光、観音崎上陸説元に、 横須賀経済新聞2011年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年6月6日閲覧ありがとうございます。